昨日、感染が確認されたのは日本松市で2人、会津若松市、いわき市、大玉村、天栄村でそれぞれ1人の合わせて6人です。このうち1人はクラスターが発生したいわき市の高齢者施設の利用者で、5人は感染経路が分かっていません。昨日までの1週間の感染経路不明の割合は50%で、ステージ3以上の水準となっています。 県によりますと感染経路が不明の人は郡山市で多く市内の今月の感染者のうち6割以上に上っています入院は予定も含めて144人で病床の使用率は29%と3月1日以来およそ3ヶ月ぶりに30%を下回りましたまた県衛生研究所などが 今月6日までの1週間に確認された感染者のうち29人を抽出して調べたところおよそ6割が感染力が強い N501Y 型の変異ウイルスに感染していたことが分かりましたさらに県衛生研究所は新たにインド由来の L452R 型のスクリーニング検査も始めましたがこれまでのところ感染者は確認されていません 一方、県内ではワクチンをめぐるトラブルが相次いでいでます。県は、原発事故による避難者のワクチン接種について避難先の住民と同じように予約・接種ができるよう各自治体に求めていましたが白河市では高齢者のワクチン接種開始当初市民の予約を優先し避難者を後回しにしていたことが分かりました。避難者からの指摘を受け、白川市は今月5日以降、 避難者を市民と同じ予約枠に組み込み順次接種が受けられるようにするとしていますまた福島市の医療機関ではワクチン54回分が廃棄されていたことが分かりました市によりますとこの医療機関は昨日ワクチンを冷蔵庫から出した後決められた時間内に規定の濃度に薄める作業を行わなかったことに気づき廃棄したということです